2022年6月17日です。今日は九十のね、星尾山の南斜面の山切島をね、見るのを目的にこの牧能登山口から出発します。途中ね、扇ヶ鼻から岩井岳とかね、もしかしたら九十山とかも立ち寄るかもしれません。牧能登山口から出発します。何度登ってもね、この牧能登から最初からのこの坂がね、きついっす。最初のピークね、くつかけ山1503メートル、よいしょ。こっからね、扇ヶ鼻と岩井岳だけと正面にね、星尾山で、奥にポコンとね、九十山が見えるかな。まあ、そこで登れるところに登っていきたいと思います。目で見るのは綺麗なんですね。逆光ですね。ここからね、扇ヶ鼻の方に行ってきます。すぐね、扇ヶ鼻ですけど、もうだいぶ終わってるのかね、もしくは花が今年は咲かなかったのか。こういう感じです。ちょっと硫黄の匂いがねします。扇ヶ鼻18メートル、からね、ピンクピンクっていう感じではないですね。まあ少し残ってる。南の方もね、ちょっと光ってますね。ではね、この扇ヶ鼻から次はね、もうこの岩井湖岳の方に行きます。岩井岳目指すんですけどもね、この前はねガスガスだったって、今はね見えますね。大丈夫か、今は見えますね。扇ヶ鼻から先は割と日陰で、はい、貴重な日陰ですね。開けましたね、草原。まっすぐ行くと瀬の元ですけども、左に行くと岩井五ですね。川って書いて五。行きます。山切島も終わってますね。終わってる。岩井五だけ1522着きました。前回のガスガスよりはね、まだまあ、マシというか、こちらの後ろにはね、扇ヶ鼻です。はい、ではね、今、岩井五だけありましたけど、ここからまたねピストンして後ろに見えてる扇ヶ鼻戻ります。この扇ヶ鼻ね、見えてるのがいいですね。いいね。はい、今ね、登り返してるとこです。扇ヶ鼻に、はい、お腹空いた。扇ヶ鼻カムバック。はい、戻ってきました。よいしょ。山切島ね、こうやって咲いてるのもあるんだけど、ほぼほぼね、終わってるのか、もしくは咲いてないのかっていう
ブがほとんどですね。荻山分岐まで降りてきました。今からね、保証行きましょう。扇ヶ穴から降りてきて、でこのメイン通り、ここからねまたすぐ保証さんの方に左にね入ってきます。割と綺麗、あそこ登りますね。よいしょ、急な登山道。綺麗ね。あ、開けた、はあ、ようやくね、保証の稜線尾根に来ました。少しね、バテてるんですけど、これ暑さとね、あと汗をだいぶかきました、はあ、そして山頂まではね、もう少し。ピンクが近くなってきましたね。こっちのね、星尾のこれ北尾根というかな、西尾根、こっちは行けませんね。あとちょっと、保証さん着きました。よいしょ、星尾の滝、そして星尾のね、稜線、よいしょ、こう。保証さんからね、降りてきて、ここからまたね、坂に降りて、そして保証さん先ですかね、あそこに行きましょう。よいしょ、保証の窓から入ってきました。でしょ、上でしょ。
はい、今日はね、牧野戸から登って、まあ、扇ヶ花とかね岩井郷だけに寄って、最後はこのメインのね法性山のこの法性の滝、ね、この宮間切島、そこをね見ることができました。ちょっとねここはぐらぐら来るんだけど、はい、ぜひね、法性の滝、見てください。まあ、滝といってもね宮間切島のお花畑ですね、斜面、南斜面に咲くお花畑、ぜひ見に来てください。九州の山をねこれからも登っていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。九州の山が好きな山ちゃんでした。バイバイ。